マドリーに舞い降りた新たな王。今季も各チーム新戦力が活躍していますが、最も光り輝く男といえば間違いなく彼でしょう。ジュード・ベリンガム。ドルトムントでセンセーショナルな活躍を見せて、鳴り物入りでレアル・マドリードへ加入した若干二十歳の若手のスターですが、これまでの活躍を見る限り、もはやその存在感は王と呼ぶにふさわしいレベルにまで昇華しています。そのため今回はベリンガムの活躍と何がすごいのか、クラック目線で語っていきたいと思います。もう私も見れば見るほど虜になっていますので、その感想を踏まえて皆さんに分かりやすくお伝えできればと思います。それでは早速どうぞ。2223シーズンのチャンピオンズリーグ決勝が終わったばかりの6月14日、ある男のマドリー加入が正式発表されました。ジュード・ベリンガム。イギリス2部チャンピオンシップに所属のバーミンガムユースで育った逸材は、クラブの最年少記録となる16歳63日というあまりに早すぎる得点記録を樹立すると、近年も若手育成の最前線を走ってきた強豪クラブドルトムントへステップアップ移籍を果たし、3シーズンにわたり成長を遂げてきました。しかしその成長スピードは並大抵の選手のペースではなく、移籍初年度はボランチやインサイドハーフのポジションを中心に途中出場を挟みながら徐々に出番を手に入れて、公式戦4ゴール4アシストを記録すると、2122シーズンにはその才能が開花。徐々に攻撃的な位置へとポジションを上げていくと、2年目のシーズンを公式戦6ゴール14アシストと別格の数字を並べ、当時18歳だった神童は欧州トップクラスの実力を持つミッドフィルダーへと駆け上がりました。特にこの時のベリンガムは攻撃面だけではなく対人守備でもかなりの強さを発揮していて、ショートカウンターが持ち味のドルトムントというチームにおいて、ベリンガムの存在は日に日に大きくなっていたのでした。そして迎えた3年目となる2223シーズン、この年ベリンガムは至極のプレーを披露します。まず攻撃面ではボランチ、インサイドハーフ、トップ下などミッドフィルダーでのプレーを求められながらも、かつてのランパードを彷彿とさせるような得点力を兼備。最後は怪我で離脱したものの、ドルトムントの最重要選手として振る舞い続けたベリンガムは公式戦42試合に出場して14ゴールという圧巻の数字を残すなど、最後までブンデス優勝を争い続けたチームにおいてなくてはならない存在として君臨しました。またただ得点力が高いだけではなく、味方を使うチャンスメイクも十分にでき、最終的には7アシストを記録。もうただのミッドフィルダーと考えるのは不可能なほどベリンガムの攻撃性能は成長を遂げたのでした。しかし彼のプレーはそれだけにとどまらず、守備面では守備職に遠藤航の回数をはるかに上回るブンデス最強のデュエル勝利数を誇るなど、ミドルサードでの守備において絶大な存在感を誇示。もはやこのミッドフィルダーというポジションでの総合力はナンバーワンと言っても過言ではないほど、ベリンガムは完成された選手となったのでした。実際2022年12月に開催されたカタールワールドカップでも、攻守ともに他の選手とはレベルが違う動きを見せていて、個人的には度肝を抜かれた記憶があります。そのためベリンガムはこの1年を通じて世界最高のミッドフィルダーの一人に数えられるような存在になったわけですが、そんな神童が2324シーズンより欧州一の名門レアルマドリードへ移籍することとなったのでした。そんなサンチャコベルナベウに舞い降りたベリンガムですが、このチームの中盤にはトリクロース、ルカ・モドリッチという誰よりも勝利のための手段を知る大ベテランたちがおり、世界最高クラスのミドルを放つ献身的重戦者フェデリコ・バルベルデに、中盤のテクニシャンダニ・セバージョス、フランスの若き才能エドゥアルド・カマビンガにオーレリアン・チュアメリ、そして今季からは怪我で長期離脱となったものの、エジルのような独創性を持つテクニシャンアールダ・ギュレルにミランの司令塔を務めたブラヒム・ディアスも加入するなど、欧州屈指のスカットを誇っており、ベリンガムも最初はポジション争いを勝ち抜く必要があると誰もが思っていたでしょう。しかし名将カルロ・アンチェロッティはベリンガムの攻撃面での才能を見極めると、ベリンガムのために従来使っていた 4-3-3 のシステムを放棄し 4-3-1-2 のシステムを採用、攻撃面で多くの才能を持つベリンガムへ新たな役割を与えたのでした。またこのトップ下ベリンガムの動きは従来のトップ下とはまた違った動きを見せるものであり、守備時には2列目に吸収されてブロックに入るも、攻撃時にはものすごいスピードで駆け上がり9番の位置へ。本来ウィングでありながら2トップを組むビニシウスとロドリゴが開いた位置を取ると、その間にベリンガムが入るような形となり、ミッドフィルダーだったベリンガムが9番のようなムーブをかまし、ゴールの匂いがするバイタルからエリア内まで侵入していきます。またただ中央に入るだけではなく、前線2人のポジションなどを鑑みて攻撃参加することができるため、ベリンガムのサッカーセンスは想像以上のものでした。加えて守備陣は戻って守備にも参加するわけですから、身体能力とスタミナがあるからこそ叶えられる話ではありますが、加えてサッカー IQ も高いベリンガムはもしかすると総合的に欧州最強の選手なのかも知れませんね。そんなベリンガムですが、公式戦に入ってからはほぼ全ての試合でこの役割を任されると、ドルトムント時代をはるかに凌駕する成績に。まずラリーが開幕のビルバオ戦で早速1ゴールを決めると、2節アルメリア戦では2ゴール1アシストと圧巻のパフォーマンスを披露し、この時点で名門マドリーの中でも異彩を放つ存在へとすぐに昇華していきました。そして4節終了時点まで得点を重ねたベリンガムは、現在までのリーグ戦で9試合8ゴール2アシストというロナウド顔負けのエースっぷりを見せつけると、チャンピオンズリーグの舞台でも3試合に出場して3ゴール1アシスト、
シスト。これで公式戦を合計で12試合に出場したベリンガムはなんと驚異の11ゴール3アシストを叩き出しており、もはやベンゼマなきマドリーにおいて最重要選手へとなり上がったのでした。私たちはミッドフィルダーとして加入した彼の躍進には驚かされる毎日ですが、この活躍について名将アンチェロッティは、彼は攻撃面で多くの可能性を見出している。今季のスタートは驚くべきもので、このレベルでゴールを量産することは誰も予想していなかった。この成熟ぶりは彼が20歳であることを忘れさせてくれる。彼はとても早く学び、ここにいることをとても喜んでいるし、自分の時間を楽しんでいる。彼はこの瞬間を穏やかに楽しんでいると思う。彼はプレーメーカーであり、インテリアであり、ゴールを決めることが最優先ではない。その時が来れば彼はまた別の姿勢でプレーし、違った形で貢献するだろうと語るなど、彼のような経験豊富な指揮官であったとしても、ベリンガムの桁違いなブレイクには驚かされるばかりでした。しかしチャンピオンズリーグのグループステージ3節目となったブラガ戦では、89分に足を気にしながら途中交代しており、今後のプレーについて心配されていますが、この件についてアンチェロッティは、彼は問題ないよ、柔らかいピッチだったから、外転筋に少し違和感を感じていた、それに少し疲れていたようだけど、それは予想の範囲内だと答えるなど、長期的な離脱にはならないのは本当に良かったですね。そのためこれからも異次元の活躍を見せてくれるはずのベリンガムですが、これらの至極のプレーを叶えるベリンガムは何がすごいのか、ここからはベリンガムの凄みをもう一度まとめてみましょう。ベリンガムがマドリー移籍後に見せている凄みをポイント別に話していきたいと思いますが、最も目を奪われるのがやはり空間認知力とエリア内での得点力の凄さでしょう。まず開幕のビルバオ戦で見せたシュートを見ていると、ベリンガムは迷うことなくコーナーキックで相手のマークを外すようファーサイドへ動き直していて、完全フリーの状況から叩きつけて得点を決めています。そしてアルベリア戦での2点目はマークが完全に外れた状態からフリーランでディフェンスの間に入り込んでヘディングを決めたもので、これを見た時はうわーと私も唖然とした後、ものすごく興奮させられましたし、エタフェ戦試合終了間際で見せたミドルのこぼれ球を決めた動きはベリンガムの意識の高さと勘の良さが存分に伝わってきました。そのためベリンガムはエリア内に入れば常に得点の匂いを嗅ぎ、ストライカーたちが最も欲する相手のマークを剥がす動きに加えてスペースを見つけることにも長けているため、特別なテクニックを披露せずとも相手の穴を突く形で得点を決めることができるのです。こういったベリンガムの活躍にはアンチェロッティも攻撃時の役割について、彼は試合に非常に関与しており、フィールド上で固定のポジションを持っていないため攻撃に多くの可能性を見出している、これが彼にアドバンテージを与えているんだと、ある程度自由を与えたことが躍動の大きな要因となっているとも語っています。こういったストライカー顔負けの段違いな能力があるからこそ、アンチェロッティから特別な役割を任されているのが現実で、メッシやロナウドといったレジェンドたちと同じく足元の技術だけではないからこそ、ベリンガムはマドリーに移籍してからすぐ異次元の活躍ができているのでしょう。そしてベリンガムは得点だけではなく、アシストにつながるパスやチャンスメイクになるキラーパスについても精度が高く、相手の隙を見るや簡単に味方へ良質なボールを届けてしまうのはベリンガムのプレーにエゴが感じられない理由かもしれません。2ゴールを決めたアルメリア戦ではノーゴールとなったものの、クロースのゴールまでの道筋を立て、ヴィニシウスのアシストとなったプレーはベリンガムのビジョンが見えたプレーで、それ以外にもミドルサードでボールを受ければ簡単にヴィニシウスやロドリゴにボールを届けてきました。これは空間が認知できていることもそうですが、ベリンガムの視野が広すぎることにも起因しているのです。またドルトムント時代以上に共にプレーする選手たちのビジョンを共有する、いわば空気を読む力というのが優れているのは大きく、空気を読むかける空気を読むはただただ良質なプレーが出ます。まだまだ連携はこれから向上していくでしょうが、前任者であるベンゼマと比べても大きな差はないほど、ベリンガムを中心としたこのチームは素晴らしいチームだと言えるでしょう。加えてチャンスメイクをするにあたって中央から打開できる推進力と簡単にボールを失わないキープ力はベリンガムを語る上で外すことはできませんよね。特に体が大きいことから細かいフェイントなどは見受けられないものの、相手の選手同士に隙を見つけると体をうまく使いながら突破を図り、それもまたスルスル抜いてしまうことから、かつてのジネディーヌ・ジダンを彷彿とさせてくれます。細かいところで言えば、積極的にエリアへ侵入することや激しい守備スタイルを見ていると、将来は総合力でジダンを超える存在になるんだろうなと見ていますが、彼こそがマドリーの背番号5の正当な後継者だなと感じさせてくれましたね。そしてなんといっても彼にミッドフィルダーとして多くの運動量を課す理由として、守備のうまさは外すことはできませんよね。通常攻撃的なミッドフィルダーを務める選手はある程度守備のタスクを免除されますが、ベリンガムを見ていると守備の際は果敢なタックルで相手の攻撃の目をつんだり、サイドハーフとしてブロックに吸収されて相手とマッチアップしたりと、これだけ得点を決めている選手にしてはあまりに多くのタスクを授かっています。例えばジローナ戦では、試合後アンチェロッティが、我々はヴィニシウスの守備的な役割をなくすためベリンガムをアウトサイドへ配置した、またチュアメニが中盤にいて連携を取れるようにしていた、チームの守備の働きは良いものだったと、状況と相手に合わせてベリンガムへ守備の仕事を与えるなど、攻守において信頼されているのが伝わってきますね。今後もしエンバペやタケといった攻撃的な選手がマドリードの地へ降り立つことが
があればこれまで以上に守備的な役割になるでしょうが、だとしてもベリンガムならハイレベルなクオリティでこなしてしまうんだろうなと思わされます。とここまでベリンガムの凄さを語ってきましたが、要するには何でもできるやんと言いたくなるぐらいの完璧な選手なのです。正直これまではエンバペほどではない、ハーランドの方がすごいわといった声が多数ありましたが、これらの活躍を目の前にしてベリンガムが彼らよりも下だと簡単に断定することはできませんよね。まだまだ飛躍を遂げてから下手シーズンも短いため、本当にこれからの選手なのは間違いありませんが、ポテンシャル、成績、プレーの完成度、そしてチームメイトとの関係性のどれをとってもベリンガムはもはやどこか遠い星に行ってしまった怪物のように感じてしまいます。歴代最強のミッドフィルダーになる可能性すらある選手なので、これからもマドリーの新たな王になるべく長きにわたり異次元なプレーを見せ続けてほしいですね。ここまでご視聴いただきありがとうございます。今回は次世代の王になりうる男、ジュード・ベリンガムについて語ってきましたが、いかがでしたか？改めてプレー集などを見返すと、ああ、こりゃやばいわ。と思わされる選手であり、これからも本当に活躍が楽しみな選手です。今季だけでもバロンドールを受賞できるレベルにまで格をぶち上げていく可能性がありますので、まだまだ長いですが、最終的にマドリーを栄光に導く王ベリンガムにはこれからも期待していきたいと思います。クラックフットボールではこれからもベリンガムの今後、そして期待の若手選手たちについて取り上げていければと思います。個人的には近日中にバルセロナで活躍する若手の新星たちも取り上げたいと思いますので、興味がある方はそちらもお待ちいただけると嬉しいです。それではこれからもクラックフットボールにてマスオがお伝えしていきますので、どうかよろしくお願いいたします。ではでは、またお会いしましょう。